今回ご紹介するのは名古屋鉄道興和線の千田竹豊駅です。千田竹豊駅は愛知県千田郡竹豊町堂崎にあり、1932年、昭和7年7月1日に千田鉄道の駅として開業しました。かつては当駅南方で国鉄竹豊駅から日油竹豊工場への専用線をまたいでいたため、アップダウンする線形が現在も残っています。この専用線は電化され、従業員輸送の電車が運行されていました。当駅は2面2線の相対式ホームの地上駅で、有人駅です。上下線ホームに各1箇所改札口が設置されており、互いのホームは跨線橋で連絡しています。1943年、昭和18年2月1日に千田鉄道が名古屋鉄道に合併。1977年、昭和52年10月1日に駅舎を改築し、1987年、昭和62年5月に自動改札機が設置され、2011年、平成23年2月11日に IC カード乗車券真中の供用が開始されました。
いで普通電車に乗り換えが。ご視聴ありがとうございました。